やばい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 。おはようございます、ドルキンです。いつもはだいたい前日に動画編集して、サンフランシスコ的には午後2時に動画を公開すれば朝6時の散財日記の公開に間に合うんですけど、だからだいたい前の日に編集終わって、午後2時まで寝かしてるパターンなんですけど、ちょっと昨日ね、寝落ちしちゃって編集が終わってませんということで、これから編集してなんとか午後2時までに、まあ2時まで全然余裕だと思うんですけど、まずは起きて編集です。ふぅ、なんとか編集終わって今書き出し中です。さあ朝食いただきますが、今日ちょっとアボカド切れちゃったんで、プレーンのトーストにかぼちゃスープ、このかぼちゃスープにトーストつけて食べたら、これ絶対うまいっしょ。ちょっとこれもう3週間ぐらい放置してますけど、いい加減本気で開けます。っていうかそもそも油断すると玄関がすごい状態になってます。手っ取り早いんで一回段ボール捨てていきます。ということで場所ができたんで、ちょっと開けていきます。ていうかこういう時にバリアングルだっていうのをすぐ忘れちゃって、フリップスの忘れてました。さっきまでバリアングルあるとめっちゃ便利っていうことを、なんかバリアングルじゃない生活になりすぎてついつい忘れてしまいます。もう30分経ったのかな。なんか撮影が切れたんで今再開しました。しかしこれ結構難易度高いです。ということでなんとか完成しました。この玄関の靴箱の置き換えなんですけど、一応ここに引き出しがあって閉めて、しかもちょっとこう椅子になるっていう、靴履く時の椅子みたいになるっていう、なんかどっか IKEA じゃないどっかで買ったやつみたいです。ということでこんな感じで玄関に設置してみました。いやだいぶ放置しましたけど、ようやく玄関がすっきりしました。いやちょっと疲れたからバナナシェイク作ろう。今日はバナナシェイクにします。そして締めにココアニブ。さあできた。めちゃくちゃうまそう。いい匂いがしてます。ということで一仕事の後のバナナシェイク、うまっ。
さあ今日はちょっとグリップ持ちもせずに本当に GoPro 手持ちむき出しつまみ持ちで虹やブースト切れば手持ちでつまみ持ちでも十分自撮りできるかな。なんかお祭り的なちょっとしたイベント会場みたいになってますね。なんか新しいお店ができたっぽいのでもちドーナツ屋さんができました。こんななんかお好み焼きとかたこ焼き山ちゃんとかも知らないですけどもちドーナツとたこ焼き、とりあえず1種類ずつ全部買ってみました。もちドーナツゲットしました。虹屋入るのにめちゃくちゃ並んでる。これすぐ入れんのかな。結構な行列です。アロエヨーグルトがめっちゃ充実してます。だしマヨを買い占めた。ちょっとこのうまい棒明太味、うまいわうまい棒じゃなかった、うまいわかな、これ買ってみます。そこにこれも買ってます。ポテコないんですよね。ポテコがさあちょっとそーっと、おー、ちょっとどうですか。じゃ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 ーんと出来上がってますね。多分僕は 3D プリンターした中で過去最大大物の最大級の大物ですが、これうまくいったかな。ちょっとドキドキです。出来上がったんですけど、まあとりあえず試作品なんですけど、そもそも原理試作うまくいったかな。ちょっと試してみます。なんだかわかりますか。このアップル本社にアップルのアップルループにヒントを得たという。本当かじゃんと。この最近復活させたこの iPad Pro 12インチ第2世代のやつですけど、これが結構これで漫画読むのがすごい快適なんで、これをやっぱ最近また復活させたんですけど、何せね、テーブルの上、やっぱりこれ、手で持ってんのが辛いのと、テーブルの上で置いてるときに、結構こう、画面が広すぎるんで、ペタってつけちゃうと、もう奥、手前と奥で、視野角だいぶ変わっちゃうんですよね。なので、これは、iPad Pro 12インチスタンドです。で、ポイントは、お、ばっちり。寝転んだアングルのスタンドと、反対にすると、かなり立てられるっていう。角度がかなりあるタイプのスタンド。この二つのスタンドを、縦もいけるはず。お、これめっちゃいいじゃないですか。このポートレートで使うときは、これでタイムラインとか見るのめっちゃ楽だし、横にして角度強めもできるし、まあ、ほんと漫画とか読みたいときめっちゃ倒して、これもこのアングルも結構使えると思うんですよね。めっちゃ倒しての横置き、めっちゃ倒しての縦置き、お、全部いける。縦横急角度結構安定してます。若干この一番この角度が一番負担かかるんで、これグラグラしますけど、まあ、横、ここは本来横想定してたんで、横だったらもうバッチリですね。一応 3D プリンターで iPad Pro 12インチの、まあ、サイズに合わせて、一旦このモデルを作って、このモデルと、まあ、この円形の土台を、まあ、組み合わせて作ったんですけど、いや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 、結構いい感じですね。まあ、唯一心配点は、積層方向的にもちょっと今回、普通に円をかけながら作っちゃったんですけど、この出っ張り部分、ここはね、ここは明らかにちょっとこの爪の部分は弱そうなんで、ちょっとしばらく使ってはみますが、なんかここから最初にダメになりそうな予感はしますね。もうちょっときちんと補強して作る方法は考えないといけないかもしれないです。角度ある方は問題なさそうなんですけど、こっち側ちょっと心配ですね。まあそれくらいかな。ちょっとこれしばらく様子見て。このバリをつけっぱなしにしてますけど、
これちょうどいい具合に土台になってるけど、なくてもいいかな。でもまあデザインちょうどいいんで、ちょっとしばらくこれ使ってみようと思います。じゃじゃーん。うわ、ドーナツめっちゃいい匂いしてます。そしてこれ今横で YouTube 見ながらちょっとこのスタンド使ってみたけど、いやこれめっちゃいいですよ。ちょっとあのもう売れるレベル言い過ぎかな、めちゃくちゃめちゃくちゃいいです。 Yeah, start to clap.